前5時20分でしたかね、僕は打ち合わせに入る前に雷が、うん、私が怖いと思いましたね、強い雨が降りまして、窓ガラスに雨が叩きつつ、今まで降っている、まあ、降り始めたのですね、最大の雨量ですが、長崎県内では対馬を間に受け32ミリ時間雨量です。それから有川で 33.5、 一山平で 29.5、 長崎市は 20、 佐世保は 16.5 ミリ。佐賀県内はカラスが16人、ということで、ブッキーさんからもね、まあ、パクチーいただいておりますけど、おはようございます。今の湿った空気の範囲、前線の活動が活発なため、朝は雷が伴って、非常に激しい雨の降るところがあります。夕方からは天気が回復して、次第に晴れてくる見込みです。その他のことを含めまして、今日は。お伝えしておりますように、台風6号の接近に伴い、沖縄県や